マーブルヒルマイナス -225 丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイナス -7 番外線の駅である。マンハッタン区、マーブルヒルのブロードウェイと西225丁目の交差点に位置し、一系統が終日停車する。駅はマンハッタン区最北端の地下鉄駅であり、かつマンハッタン区に位置しながらマンハッタン島外に位置する地下鉄。 駅二駅の一駅である。南広報部から北を望む1907年1月14日、ブロードウェイマイナス7番外線は、マンハッタン島の仮ターミナルであった221丁目駅から、東駅まで、延伸開業。これに伴い仮ターミナルであった221丁目駅は、役目を終えたため廃止された。開業十三日後の十七日に、路線は百三十丁目駅まで延伸され、 当駅は途中駅となった。1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に、 延長が行われている。また、その1ヶ月後の7月9日に当駅含む207丁目駅238丁目駅間の各駅で42万3000ドルの費用をかけて延長が行われた。駅は相対式ホーム2面と観光船2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、中央の急行線は現在定期列車では使用されていない。 駅には1991年にオポホラップにより制作されたエレベーテッドネイチャーアイフォーという作品が飾られており、これはホーム壁面にある灰色の大理石のタイルで構成されている。この作品はブロードウェイマイナス7番外線の他の4駅にも飾られている。北港ホーム入り口階段改札口は南北ホーム上にそれぞれ独立して存在しており、改札内で 南北ホーム間を行き来することはできない。南港ホーム側改札口には、回転式改札機と切符売り場、ブロードウェイと西225丁目の交差点北西への階段一つが、北港ホーム側改札口には、回転式改札機とブロードウェイと西225丁目の交差点南東への階段一つが、ある。駅からブロードウェイ橋を見る駅は、 メトロノース鉄道ハドソン線マーブル、ヒル駅から零点二マイル以内の場所にあり乗り換え駅となっている。今日あたり駅の位置するマーブルヒルは北、アメリカ大陸本島に属しブロンクス区と陸続きで、あるが法的にはマンハッタン区の一部となっている。これは現在駅の南を流れているハーレムガウンガが開通する以前はスパイ天台ビル側がマーブルヒルの西、北。 東を取り囲むように流れており、マーブルヒルがマンハッタン島の一部であったことから、マンハッタン島から切り離された現在もマンハッタン区という扱いになっている。ありがとうございます。